般でも見えましたが、戦後維持法からの脱却というのは、私どもの世代よくわかるんですがね、若い世代から見ると、やはり非占領期維持法、非占領期という時代部分をですね、はっきり設けなかった。で、この非占領期という、正当性の怪しい立法行為を言うと、中曽根さん以上の世代を批判するということにもなりましてね、自民党員自身が実はそういう本質を避けてきているということを私は必要に感じますが、長谷川先生いかがでしょうか。私は実はすごく具体的な提案をしようと思っていたんです。祝日というと祝わなくちゃならない感じがしますね。ただ憲法記念日としてもちろんお休みにしていいと思うんです。せっかくのゴールデンウィークですから。その代わり日の丸を半旗で掲げ意味がわからないかもしれませんけれども、でもふっと気がついた、あれなんでなんか中途半端なところに日の丸がブラブラしてるんだ。いや、これはね、半旗といってね、それでこれはお弔いの時の旗なんだよ。じゃあ何のお弔いなんですか。日本という国のお弔いの旗なんです。でそこで改めて今の現行日本国憲法はね、という話をする手がかりになるんではありませんか。今の本案のこの、主権回復記念日なんですが、これも実はまだ私先ほどの話からしてもまだ早いの意見なんです。で、もちろん休日増えるのは結構ですので、差し当たって主権回復記念日、こっそり記念日の記念を記念の記念と考えてもいいかと思うんですが、差し当たっては主権回復記念の日として休日にしておく。そして皆さん選挙なさると大抵だるまさんの固めだけのだるまさん掲げてらっしゃいますね。これも差し当たってはだるまさん固めだけにしておきまして、本当に主権を回復した時に両目を入れて、いや、いつになったら晴れてだるまさんの両目が入って祝日になるのかというと、日本国憲法の第9条を改正したとき政治家の皆さん の, 演説の迫力に、強されて言い忘れてしまったんですが、9条がこのままではどうしても主権回復にはなりません。日本国の力を発揮することを許さないと言っている条項が憲法の中にあるわけですから、自主憲法制定ということは必ず日本国憲法の第9条の改正と一緒にならないと主権回復にならない、もう全く必要なことはならないわけです。ですからぜひこの9条の回復とセットにしていただきたい。で、なお一つ付け加えますと、実はかつてある政治家が日本を普通の国にとか、確かなんかこんな本を書いてた記憶があるんです。で、9条がそのまんまでは普通の国には当然なりませんよね。でも、ただ普通の国になれば、主権回復になるのか、これはやはりならないと思うんです。で、先ほどの木内先生のお話にすごく大事な話があって、ただ日本が力を回復してもこれは本当の日本の主権回復にならない。皇室をいただく世界に2つとない国として主権を回復する。
を2つ入れて、そして試験会記念日として祝日、あるいは祭日として祝いたいと、こういう具体的な提案をしたいと思っております。